シャローシラジオサニーデーフライデー。この番組は社会保険労務士の田村がさまざまな業種で活躍する人の働き方や心情、哲学をインタビューし、新しい働き方を学ぶラジオ番組です。名付けて教えてあなたの働き方。本日も素敵なゲストをお呼びしております。私から簡単にご紹介させていただきます。電力会社にて技術営業、人事、燃料調達業務に従事。独立後は主に製造業を中心に事業計画の策定、アクションプランの実行を中心とした支援を行い、省エネ設備投資や新電力への切り替えを通じた電力コスト削減のコンサルティングを得意とする中小企業診断士の尾崎義隆さんです。尾崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、サニーデーフライデーにようこそ来てくださいまして。いい、お招きいただいてありがとうございます。ありがとうございます。尾崎さんに質問を始めていく前にですね、はい、2つお願いがございます。で、一つ目は、普段私が社労士のお仕事をしていて、悩んでいるのが、こう相手に分かりやすく説明する力、心の中とか頭の中をしっかりと解説する力が足りないなって思ってます。はい、なので尾崎さんにちょっとヒアリングさせていただきまして、ちょっとそれは僕はできないなとか、それどういう感覚か分かんないってことが出てきましたら、尾崎さん、それどういう意味ですかっていう質問が入ります。はい。で、2つ目は、いろいろと先輩方からいろんな知識を、教えていただきまして、日々勉強させていただいておりまして、今後もまだまだいろんなことを知りたいと思ってます。はい、なので私がまた尾崎さんヒアリングしていて、ちょっと今の自分にはできないなとか、いつかその能力身につけたいなとかっていうことが出てきましたら、尾崎さん、それなんでできるんですかっていう質問が入ります。はい、わかりました。尾崎さん、よろしいでしょうか。はい、了解しました。はい、ちょっとじゃあそれでは質問を始めていきたいと思います。はい、はい。尾崎さん、今までこう中小企業診断士としていろいろとお仕事されてきた中で、はい、こう働く上で大事にしていること、まあ、例えばお客さんとの対応の時に大事にしていることとか、自分自身の働く時のもうモチベーションをどうやって維持しているかとか、まあ、何か大事にしていることをちょっと教えていただけたらなと思います。はい、そうですね、大事にしてることっていう意味で言えば、頼りにして相談をしてもらってるっていう前提で動くことが多いですので、その期待を極力、全部がうまくいくわけじゃないですけど、期待を裏切らないように、こうなりたいなっていうものを極力形にできるようにお手伝いをするっていうのはいつもすごく意識をしています。モチベーションに関してもそうですね、やはり仕事が集中するとどうしてもすごくこう摩耗してるなっていう状態になることが多いですけども、はいはい、ただね、それも成果物を収めたりですとか、実際社長のところにってお話をして、なんとなくこうこんがらがったものが紐解けて、じゃあ順番にどれかやりましょうかっていうところまで持っていけるとですね、その帰りですよね、その打ち合わせをした帰りはすごくまた、あ、やってよかったなっていうのはすごく強く思いますね。ありがとうございます。ちょっと質問していってもいいですか。はい、こうお客さんの、期待に応えてることっていうのが自分のこう喜びだっていうところの尾崎さんのお話があったんですけど、はい、お客様の喜びに応えるときにこう尾崎さんが工夫してるところとかって何かするんですか。はい、そうですね、我々が診断士で仕事を受ける場合っていうのはいろんな受け方があって、一番分かりやすいのは経営改善ですとか売上拡大ですとか、経営のコンサルティングっていう形で呼ばれて入ることが多いです。で、もう一つは最近多い補助金ですとか、そういった支援ですね。この2つが主なものかなと思って、これとちょっとジャンルが違うものとして、行政の専門家派遣ですとか、
そういったスキームがありますけども、大体この3つになるかなと思っていて、はいはいはい。で、まあ、1つ目ですね、まあ、直接の顧問契約ですとかプロジェクトの支援の契約とかで入る場合っていうのは、まあ、向こうもですね、具体的に何かこれをこうしたいよという課題が明確になっている場合が多いですので、ほうほう、結構なんかプロセス支援で済まないことが多い。結果としてこのぐらいまで持ってってくれっていうのがやっぱりあるので、かなりこう気を使うというか、こちらもだから必ずしも売上なんかだと相手のあるものなので、こっちが思うようにはできないですから、そうすると、まあ、売上上げるためのプロセスとしてこういうものがありますよっていうのを順番に道筋を作ってあげて、で進める中で売上上がらない時もありますし、逆にプロセスが進んでないのに売上上がっちゃったりすることもよくあるので、その辺がだから一喜一憂にならない、今我々って今ここの現在地でここまで進んでますよっていうのを確認しながら、極力こうアウトプットだけじゃなくてプロセスを理解してもらうように、こちらが意識して誘導していかないとですね、なかなかこう契約が継続にならなかったりですとか、思ったのと違うって言われてしまうことも、私も独立して初めの頃は結構あったので、これはすごく今意識してます。で、2つ目の補助金ですとか助成金ですとか、こういった支援の方が分かりやすいね、1か0かなので、基本的には、はいはいはい。まあ、ものづくりですとかいろんな補助金ありますけども、成果が明確に出るもの、まあ、我々とするとプロセスとしては申請書を作ってですね、で申請をかけてっていう形になるわけですけど、社長からしたらそれが採択になる、思ってば補助金助成金が入金になることを思って、会社としては、まあ 専門というかコンサルに頼んでよかったっていうことになるわけですので、これは割とやりやすいですよね。1か0かで結果が出なければこっちの腕が悪くて申し訳ありませんでしたっていう、これは分かりやすいと思います。で、3つ目ですよね、行政の支援ってやっぱり結構難しいなってところがあってですね、本当はここまで入り込んでやった方がいいんだけどっていうところ、どこまで、まあ、正直行政の予算から我々一緒によろしくやってると思いますけど、はいはい、ここまで動けます、ただこれより深みに入っていってしまうと、それって民民で本来やるべきだったり、それは社労士の先生もそうだと思いますし、弁護士の先生もそうだし、我々診断士も、要はそこまでいっちゃうと、もうそれってまあ本当はフィーをいただいてやるべきところだよねって、ここの線引きがすごく難しいですよね。まあ、大体この私、ごめんなさい、質問からちょっと離れちゃったかもしれませんけども、いやでもあれですね、一番最初のそのプロジェクト、まあ、管理というか、まあ、そういうところのお話をちょっと今聞いてて、はい、こうやっぱりその経営者が最初に思っているこのゴールと、うん、やっぱりその私たちがこう一個一個解決していかなきゃいけないこう小さなゴールというか、その長いプロセスの中の、まあ、ゴールというのをちゃんと一緒に共有していくというか、うん、ちょっとでも、まあ、売り上げはというゴールは出てないかもしれないけども、はい、ちっちゃなゴールとかはどん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 積み重なっていってるじゃないですかっていう、こう一緒のこう一確認みたいなところっていうのを大崎さんが普段こう意識されてるみたいな感じですよね。そうです、この辺は特に要は民民の仕事って、我々コンサルの中でも私も8年9年ぐらいやってますけど、はいはい、こう年が近くて一緒に仕事してて、で、まあ、アウトプットがすごくブレる人もいるし、ブレないで一緒に仕事できる人って、私8年9年やっててやっぱ4人か5人ぐらいなんですね。おー、まあ、他の診断士が悪いわけじゃないですか、私と相性が合わないっていうこともあるでしょうし、私からしたらちょっとアウトプットのばらつきが多すぎてちょっと安心して一緒に仕事できないよっていう方も結構多いなとは思ってて、まあ、その中で一緒にやる仲間と定期的に話をするんですけど、さっきのその民民の仕事っていうのが、なんて言うんでしょうね、よく議論するのはその契約の受け方ですね、請負型の契約なのか委任型の契約なのかっていうところですよね。はい、本来はやっぱりコンサルティングで入るであれば、考え方はこれ多分いろいろあると思います。当然売上を3倍にして成果出して
報酬ちゃんともらえますよってタイプの先生もいると思いますし、で一方で経営者と一緒にまあ考えながらバチッとしたこうスキームで当てはめるっていうよりは一緒に考えて相談相手になるって、これがまあ委任型というかですね、アウトプットというよりは一緒にまあ時間を使って考えてくれる相手、こういう形で臨んでもらえる方がまあ私の仕事としてはありがたいなと思いますし、まあ幸いそういう先が何か所かあるとですね、まあ、コロナとかがあってもすぐに契約打ち切りとかにはやっぱりならなくて、逆にコロナになると なったでもっと全体的に経営上どうしたらいいのかっていう、まあ、深い質問になって、まあ、深いご相談になるわけですけど、だから極力そういう形、自分の中ではその仕事の受け方の三角形があるとすると、まあ、まずは補助金ですとか、まあ、専門家派遣でもいいんでしょうけど、そういった形で、まあ、専門家派遣であれば税金からね我々フィーをいただいたり、まあ、一部事業者が払う場合もありますけど、まあ、行政の看板ですとか安心感をもとに我々はまず知ってもらう、お試しをしてもらうっていうところで、その中で割とこういう診断士ってよく知らなかったけど使えるなですとか、それは社労士の先生もそうだと思いますし、こういうふうにお願いをするとこういうものが返ってきて、でそれに対してまあ行政の支援だとここまでっていうことはあるかもしれないけど、もっとやってほしい場合っていうのはだいたいフィーとしてこのぐらいかかるんだっていうのを我々は多分啓蒙していかなきゃいけないと思うんですよね。で それが過ぎ上に行くと、まあ、いろんな貼り方あります。補助金なんかも分かりやすいですよね。1か0かで取ったらいくら、まあ、着手もらう場合もありますけど、ただそのお客さんたちをそのままこう何て言うんでしょうね、食い散らかすといったらあれですけど、そのままバラ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 してもってすごくやっぱりもったいなくて、まあ、こっちもお客さんをある程度選ぶ部分は当然ありますけども、はい、支払い余力がちゃんとあるかですとか、まあ、社長との相性ですとか、やってる事業の成長性とか見ながら、こちらもやっぱ長くお付き合いしたいなっていう会社はあるので、そういう先には極力こうアウトプット型というよりは、アウトプットも当然必要なんだけれども、プロセス型の支援という形で、まあ、仕事を受託できるようにっていうのはすごく意識的にまあ誘導してるというか、そっちになるようには意識してます。なんか今すごい深かったですね。なんか先ほどのね、やっぱこうコロナのところで、やっぱこういろいろと産業がこういろいろと変化がある中で、こうやっぱり経営者が思っているこの課題というのが、やっぱり第三者の目線から見たらそこが問題じゃなくて、本当はこっちが大きかったっていうところを一緒にこう、なんですかね、もう委任というか、まあ、成果物っていうのを一緒にこう、はい、僕たちでゴール決めていきましょうよっていうところの支援っていうのが、やっぱ今後もやっぱ大事なのかなっていうのもありますし、先ほど尾崎さんがおっしゃっていたその補助金の申請であったりとか、まあ、公的支援の、まあ、そういうきっかけ作りっていうことで、まあ、人を知ってもらったりとか、こういうまあその人のまあサポートの仕方っていうのをまあいろいろとフェイスとフェイスでこう知っていただいて、そういうプロセスっていうか、先ほど最初申し上げたそういう一緒にこう経営者と作っていこうよっていう、もっとそういうプロセスのところにこう一緒に取り組んでいこうみたいな、それが一番大事だなっていうのが、やっぱ尾崎さんの話聞いて、ね、はい、なんかね、この辺はちょっと長くなっちゃいますけど、はいはいはい、日本の会社って特に弁護士の先生とか税理士さんっていうのは多分ピンとくるんですよね、社長からして。で、はい、社労士の先生も多分ある程度の規模になってくると、社会保険の手続きとか専門の人を置くのか、もしくは社外の先生にお願いするのかっていうところでやっぱピンとくると思うんですよ、はい、だコンサルを使うっていう感覚って正直あんまりないんですよね。でちょっと紐解いていろいろ聞いてみると、まあ、バブルの前後とかにやっぱり景気がいい会社ってコンサル入れて何百万も払って、まあ、いろんな制度作ってもらったりとか、営業の仕組み作ったりとかいろいろやってる会社はあるんですけど、だいたいことごとく失敗してるんですよね。でそれなんでかなって思うと、まず丸投げすぎてるというか、基本的にこうコンサルを使いこなすっていうこう文化もないし、コンサル入れればどうにかなるって考えて高いお金を払ったんだけど、なんかうまくいかなかった、騙された、コンサルってカタカナで見るだけでももう信用できないっていう社長は結構多いんですよ。はいはいはい。でそこが多分90年代とか、まあ、2000年行く前のところも、もしくは70とかね80年代とかもあったのかもしれないですけど、
その辺が、まあ、1.0 だとすると、その後 2.0 っていうところで行政の支援がね、いろいろ専門家派遣っていうので使えて、そういう仕組みを知ってる人はなんとなく、ああそういう使い方があるんだっていうのが分かってきてるところ、まあ今のよろずもそうだと思いますし、都道府県ごとにいろんな専門家派遣事業ってありますけどね、まあ、この辺でなんとなくこう接点を持って、やっぱそんなに悪い人たちじゃないし、あの手の届くところでうまくやってくれる、その辺が分かってもらえるというか、なんとなくこう使いこなし方が分かってきたというか、相談の仕方が分かったとか、どこまではお願いしてよくて、どこまではこれある程度自分でやなきゃダメだなってところも、ある程度ね、失敗を通して学ぶところだと思いますけど、で今後がだからやっとこうね、アメリカとか他のヨーロッパみたいにコンサルティング、まあ、経営も含めてですよね、あの外部の専門家のリソースを使うっていう、使いこなさないと、なかなか難しいなっていう、なんとなくそういう土壌ができつつあるのかなとは思ってます。その経営者の方がこうコンサルにまず依頼どうしたらいいのかっていう教育っていうのがまあできてなかった経営ですけども、やっぱこうやっていろんな公的機関の制度がこうどんどん充実してきて、経営者自身もそういうところがちょっと啓蒙されてきて、まあ、それがまあこのまあコロナっていうことが起きましたけれども、今後のやっぱりこう自分たちの経営をどうやってまあいろんなコンサルティングの方とかを使って一緒にこうやっていくかっていうのはすごいあれですよね、課題というか。そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとお話聞かせていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと次の質問いきたいんですけども、はい、尾崎さんがそうやって今働く上で大事にしていることをお聞きしたんですけども、いつからそういう考えに至ったかっていう経緯とかきっかけがあれば教えていただけたらなと思います、はい、そうですね、私もだからもともとは電力会社にいたので、はいはい、そもそもまず営業をやったことがないんですよね。おお、あの呼ばれていく仕事、例えば現場に行った時は停電になれば呼ばれていって感謝をされますし、まあ、あのいろいろ不祥事があった時はね、あの大変でしたけど、とはいえ基本的には何かこうノルマがあって、あの何かしなきゃいけない、営業かけなきゃいけないとかっていうのは全くなかったわけです。でそうすると会社を辞めてですね、独立した後やっぱ集客に困るんですよね。おお、でじゃあどうしようかってなると、私はもうあの震災の後退職、震災の後2年ぐらい会社いましたけど、その後退職したので、まあ、基本的にはあの元いた会社からの研修費の予算とかを当てにしてですね、あの研修講師とかできるわけでは全くなかったんですね。そうするともう身寄りもない状態なんで、まずはあの手っ取り早く診断士協会、まあ、我々診断士の組合みたいなところに入ってですね、そこでこういろいろ人脈広げてっていうのをやってたわけですけど、当時ってその、まあ、いい悪いは別として診断士ってあまり認知されていない状態だったんです。ほうほうほう、まあ、これからみたいな、僕が診断士取って 4,5 年経った頃に日経 の取りたい資格のランキングでなんか1位になったよとかって大騒ぎ、診断士の業界をしてたことがあったんですけど、独立した頃って、正直診断士って何、中小企業診断士って大企業の人は自己啓発で知ってたりするんですけど、あの中小企業の社長が知ってるわけではなくて、なんだお前らみたいな、なんか偉そうだなみたいな状態だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、でそうすると診断士側も、まあ、診断士協会側も含めてやっぱり自分たちを売り込んでいかなきゃいけないっていうので、主にこう行政向けに我々ってこういうことができますよとか、あのそういう提案をかけていくんですね。でやっぱ仕事の取り方がよく分かってなかったりとか、行政の単価っていうのもあるので、まあ、普通一般的に考えるこうコンサルティングファームのフィーとかでは全くないわけですよ。もうなんか1日って日当ですかみたいな、それで交通費プラスアルファですかみたいな仕事の取り方で、そこら中行政に対して診断士協会で仕事を取ってたんですよね。まあ、それもまあ、我々の先人が一生懸命苦労されて、あの我々の職域を広げてきたわけですけど、はいはいはい、でそこから入ってる感覚からすると、まあすごく頑張ればあのどうにかなるんだけども、単価上げないといけないよねってところにすごく行っちゃうんですよ、若手って。あ、これじゃどう考えても食えないから、うん、はい、
その仕事抜けた方無理だっていうので、すごくこう単価を上げたりとか吹っかけたりするように反動でなっちゃったりしたわけで、私も一時期そういう仲間と一緒に仕事をしてて、ただ長続きしないんですよね。トラブルにもなるし、社長側から。それが結構独立 2,3 年目で続いた時に、ちょっとこのやり方って続かないなっていうか、もうなんか焼土作戦みたいな感じなんですよ。焼き畑農法みたいな。で、当時、今もそうなんですけど、診断士の業界ってまだ掘ればいろいろ行政側も、あ、まだこういうとこって診断士使えるなとかっていろいろ見てくれるので、行政向けに関して、まあ民なんかなおさらですけど、まだ市場開拓の余地がすごくあると思ってます。ですけど、初めの頃そういう衝突作戦みたいなことをやっちゃったんで、その反省がすごく強いですよね、今。ちゃんと信頼、期待に応えるっていうので、当時は、なんでしょうね、我々が若手で組んでた仲間の中の期待、要は売り上げっていうものに、どれだけ収益性を高めるかっていうところに一生懸命時間を費やして、全然顧客ファーストとかでは全くないですよね。我々ファーストで、我々が食っていくためにどうしたらいいのかみたいな、そういう、こう、そういう意味では、こう、ちょっとね、頭の回転の速い人たちが、なんか集まってやってたんで、まあ、だいぶ悪さしたなと思いました。でもやっぱ長く続かないし、僕も、じゃあそれで、やっぱある程度稼ぐ仕組みを自分で作るっていうのは必要だと思うんですけど、それができたところで、はい、じゃあ、100時間あるうちに100全部荒稼ぎしたいかっていう、そういうわけではなくて、例えば100あるうち自分の耳の仕事、やっぱり、まあ、5割6割はちゃんと持っとかなきゃいけないなって、まあ、収入のうちですね。で、残りの3割ぐらいは行政の仕事でもいいでしょうし、で最後の、まあ、10とか15とか20とかそのぐらいに関しては、例えば地域、私事務所が台東区なので、はいはいはい、まあ、地域のいろいろ商工会議所のイベント一緒に手伝ったりとか、まあ、地域貢献で半分ボランティアみたいな枠も作って やらないといけないなと最近は思ってて、まあ、もうでもそれ 3,4 年やってるんですけど、はいはいはい、あらやっぱ初めにこうこの業界稼げないって思ってやばいぞって危機感を持った若手で荒稼ぎの我だけもいろいろして、それがこう崩壊して今に至るみたいな、そういう流れかなと。この時代の流れとともに、こうやっぱりその反省点を生かしながら、やっぱりこうお客さんの満足度を高めていくためのお仕事のスタイルというのも大事にしたいとか、あとはその充実感というか、自分お金に変えられないような何かこう自分が診断士としてやってきたっていう何か変えれるものをこう尾崎さんの中でこう求めてきたみたいな感じですか。そうですよね。とにかく長く続かないと長期的に見ても損なんですよね。毎回ワンショットの仕事ばっかやってても、結局その会社に対してある程度の調べ物をしたりとか業界研究しないと仕事にねある程度のアウトプット出せないわけなので、だったら毎回新しいお客さんよりは当然リピートもらって、あ、前ここまでやってましたよね、じゃあ続きここからどうしましょうかっていう方が全然こう費用対効果もいいというか、で満足度も高いっていうことなんだなっていうのは、なんか理屈では分かってたんですけどね、ただやってみて、あ、これ焼き畑農法だからこれなんか無理だなって思って、ずっと焼き畑し続けるのって性格的にも向いてないし、ちょっといろいろ無理があるなっていうのを感じて途中から軌道転換したっていう感じですかね。あ、確かにそう、まあ、効率化というか、やっぱりスポットスポットで一回一回またこういわゆる知識つけてお客さんに出して、でまた違うところでスポットで受けてこうやってやっていくと、やっぱりその効率性もあったりとかもして、はい、まあ、継続的にやっぱこうもう何ですかね、経営者の方を教育していくみたいなことがやっぱり逆にこう効率化につながって仕事もしやすくなったりとか、そういうところもあったりしますので、うん、あ、分かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、こう今までの尾崎さんの働き方でこう他の人に勧めたい点、まあ、尾崎さん流働くとはみたい なんかおすすめしたいものって何かありますでしょうか。そうですね、やっぱもう仕事受けた以上は金額関係なくやっぱり満足したままでやるっていうことかなと思いますね。
ただそれでやり続けるとやっぱこうそもそも事業として成り立たないとか生活が成り立たなくなっちゃう人もいるので、やっぱこう入り口の契約のところはやっぱしっかりするべきなんですよね。まあ行政の仕事であれば基本的に単価が決まっているので、そこでどうこうっていう話ではないです。まあその分効率よくやるのか、まあすごく面白い事業だったりなんか応援したいなっていう相手であれば、まあある程度ボランティア枠で時間使ってもいいかなって場合はありますけど、まあそれもちゃんと全体の時間配分のうちの一応この社長に関してはこうボランティア枠の100分の15を使おうっていう、それ以上はまあ当然使っちゃまずいわけですけど、で一方でやっぱ取るところはちゃんと取らないと、そのボランティアもできない、地域貢献のいろいろ活動とかもできなくなってきてしまうので、やっぱり民民の仕事であったりとかっていう場合はちゃんと条件決めて、いやこっちのフィーってこれだけのもんなんですっていうのをきちんとしていかないとかなってとこですね。そこで取れるとこで取れてないとやっぱ仕事も荒くなるし、もらってないからそれなりにっていうのは僕は基本的にしないですけど、ただやっぱりなんかストレス溜まりますよね。なんでこの仕事でこうなるんだってなっちゃうので、はい、やっぱり交渉ごとの部分に関してはちゃんとこっちの条件をちゃんと伝えて、相手の条件も聞いた上で折り合えないんだったら最近はもう取らないっていう選択肢もあるなと思ってて、やっぱ一時期はね仕事を取るだけ取って寝ないで頑張るっていうあ寝ないで頑張ると全然やっていけるなっていうのは分かったわけで、はい、この働き方あと10年後とか15年後できるかっていうと多分無理なんですよね。するとやっぱいいお客さん のリピートだったり顧問の契約を極力、まあ、無理に引っ張る必要はないですけど、でも社長と一つができてくるとやっぱ次から次へとこれもやんなきゃですよねって話が出てくるので、そういう案件で基本的にはちゃんと条件闘争をしつつ、取った仕事に関してはもうきっちりやる、徹底的にやるっていう感じですかね。おこうやるべきことに対してとか、やっぱこう奉仕したい人に対してはやっぱりこうできるだけこうやっていく気持ちは持ちつつも、やっぱりその先ほど尾崎さん言ってたこう入り口のところを抑えるというか、契約すべきとかちゃんと契約を抑えてっていうところの信頼と、そこら辺のやっぱりワークライフバランスっていうんですかね、こう仕事と生活の両立っていうところにもやっぱり影響するか、そこも大事だよねっていうところですよね。そうですね。逆に田村さんなんかとか社労士の先生なんかはどうなのかなと思うんですけど、例えばこの業務って受けるのいくらってこう、まあ、多分固定じゃないですか、自由化されて、自由化というかそもそも昔の弁護士の先生みたいに30分いくらみたいな、そういう決まったものって弁護士の世界ですら今もないわけですけど、はい、この辺ってどうですか、あの金額決まってるってすごく多分楽なんですよね、仕事のやりあたって。はい、そうですね、まあ、金額は昔は決まってたんですけれども、今はもうなくなって、もう別に安く受けようと思ったら受けれるっていうのも社労士会業界ではあるんですけれども、やっぱりこうお客さんにこう提案するときにもやっぱりまあ定価っていうのはまあ自分たちの自分の事務所にもあるんですけれども、やっぱりちょっと安い金額でもちょっとこの経営者の話聞きたいとか、この人と関わっていきたいってところにはちょっとまあ最初はボランティアって言ったらあれなんですけども、まあこう社会貢献的な意味でちょっとお付き合いしたいってことで顧問契約を取るっていうこともあったりするので、そこら辺のまあ先ほど尾崎さんもおっしゃってましたけども、そのそれが本当に、まあ、自分自身のためにもなるのか、それが逆にこう安く取ることによって経営者のことにもためになるのかっていうのは日々ちょっとどうしていったらいいのかなっていうのは考えたりはしますね、うん、はい、やっぱねこう自分の値段って一番分かんないですよね、はい、まあ、これだけ報酬として欲しいなとか時間あたりいくらぐらい取らないと、まあ他ね、例えば他の仕事の兼ね合いで比べるものがあれば当然それが基準になるんでしょうけど、この辺がなかなか特に独立した頃って難しいですよね。仕事取りもうただでもやらせてくださいみたいな経験積みたいんでっていう時期もやっぱりあるじゃないですか、はい、だけどそういうその辺がこう出過ぎちゃうと
まあ、マーケットを荒らすことにもなっちゃうし、で一時期やっぱ新幹線の世界でもあったのがその品質管理ができてないぞ 君たちの業界はってよく言われたことがあって、まあ何かっていうと、まあ、バックボーンがいろんな社労士の先生もそうだと思いますけど、いろんな業界業種業態の人の方がなってることが多いと思うんです。まあ、当然代々あの社労士事務所やられてっていう先生もいると思いますけど、で診断士なんか基本的にあのその人が自分の代で始めたっていう人がほとんどなので。ああ、そうなんですか。そう、全然違うんですよ。診断士って言ってもセミナー専門にやって、ね、数千万売り上げて食ってる先生もいますし、一方でこう専門家派遣専門にやってる先生もいるし、もう結構大手の会社卒業してよく年金診断士なんて言われる業界の中で言われる先生もいるわけですけどはいはい、はい、あんまりこうお金にはこだわらなくて、まあ、自分が必要とされていることに対してやりがいを求めるっていうタイプもいますし、でその辺の中でやっぱりこうじゃあ自分がいくらなのっていうのがすごい難しいんですよね。はいはいはい、いくらで提示するのかっていうところで、これはごめんなさい、なんか話が脱線しちゃいますけど。いえいえ、どうぞ。私も初めの頃はなんとなく時間いくらこのぐらい欲しいなっていうのがあって、それに基づいて提案見積もり提案とか出してたわけですけど、なんかねその辺が今考えると結構すごい浅はかだったというか、お、うん、あとはその客層を見てないんですよね。あ、その先ですか、お客さんの先ですか。そう、お客さん、お客さんが例えば同じ仕事でもあのこれ10万ですって言って、ちょっとすごい高いねって、安くしてっていう人もいますし、やっぱ同じ仕事なんだけどこれ20万ですって出しても、そんなぐらいでできちゃうのっていう人も、人というか会社もあって、それって要はやっぱり会社側の支払い余力だったりとか、その会社の組織稼働だったりですとか成熟度によっても違うわけですけど、で診断者は比較的にやっぱりあの支払い余力が少ない相手先と付き合いすることが多分多いんですよね、接点とすると。だけど同じ仕事でもこれ客層のレイヤーを変えると、階層1個上げてあげると全然桁1個違っても普通に同じ仕事でできちゃうっていう、本当にある時気づいたんですよ。もう当たり前、マーケティングの基本の木なんですけど、はいはいはい、なんかねそれに気づくまで僕は結構時間かかったなと思って。あ、だから自分の事業を回したり自分たちが食っていくために必要な客層ってやっぱある程度高いところ、ある程度高いって言ってもそれは中堅企業とか上場大手とかそういうところでは全くないんですけど、一方でこう自分たちのがこう逆にノウハウ提供したいんだけどフィーが取りにくいお客さんっていうのも多分そっちの方が全然多いんですけどね。はいはい、だそこの見極めが効くようになってくると、来た段階からそんなになんか、あ、なんか来年食うに困ってどうしようみたいな、そういう悩みはほぼなくなりましたよね。ここをつっつけば、まあ、困んないよねっていうのは感覚的に分かってくるので。あー、なるほど。それはでもすごいなんか今聞いてて、あ、僕もそこら辺の視点を持ってかなきゃいけないなって思いましたね。こう全ての企業さんが同一なわけじゃなくて、そのお客さんの中にもその先の、まあ、売り上げの立てるその販売先があって、そういうところがどういうふうな余力でやってるのかっていうのを先を見通して、こう自分の契約取るときにもちゃんとそれを意識してやるっていうのは、今尾崎さんの話を聞いて、あ、そこって意識してダメだなって思いました。多分ね、そこに商売尽きると思うんですよね。誰と仕事商売するのっていう話だと思うんですよ。はい、これって診断士って一応そういうね、マーケティングも含めて勉強してるはずなんですけど、はい、あんまりできてる人って多分いないと思うんですよだけど本当に客層、相手を変えてあげると、相手の、まあ、お金持ってるのが全ていいわけじゃないですけどね。ただこちらも生業としてやっていくためには、取るところからちゃんと、まあ、当然適正な対価としてもらう金額が、桁が違っても向こうは適正って思う場合もあるでしょ。こっちはいや専門家派遣である程度ちょっとおまけでやってるところって内容あんま変わんないんだけどなっていう、まあ、それだけこっちがやり込んで提供してるってこともあるのかもしれないですけど、あ、この辺はだからこっちが勝手に自分の値段をつけて見積もり出すわけですけど、
実はあんま見えてないっていうことがすごくいっぱいありますよね。ああ、そうですね。なんかこ うち最初の打ち合わせとか、まあ、2回目の打ち合わせとかってそういうところからもなんかこう言葉の節々からこう、あ、こういう風にな見積もりでも大丈夫かなとか、そういう視点とかなんかこう雰囲気とかところをこう感じ取って、私自身もそういうのを、はい、そういうスキルを身につけていきたいなって今思いました絶対ね、予算持って相談しに来てるはずなんで、はい、そこをなんか予算いくらですかってズバで聞くのもありかもしれないけど、まあやり取り意識してやり取りしてると、あ、ここは多分そんなに準備してないなっていうところとか、ここはかなり潤沢というか、逆に事業が進むスピードが速くなる方がお金いくらかかるかよりも重要だなって、当然ね、フェーズによってはそういう状態になるので、その辺をこういかにキャッチできるかっていうところですかね。わかりました。ありがとうございます。はい。いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。楽しみに。シャローシラジオサニーデイフライデー、 DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。いってらっしゃい。